そうか、じゃあミッチーはもう結婚して子供か。お父さんになるんです、この方が。お父さんだよ、これで。カウンセリングの時じゃない。プロポーズね。プロポーズがありましたね。何ですか。なんか今まで気にならなかったことが気になってきた。ご飯が一食食べるともう息できないと思って。マグロはおばさんだよ。本日は誠に申し訳ございませんでした。今もそのこっちこのしんどい中、うん、家でいるのにそういうことしてんのって思えたら過去のことをもうフラッシュバックじゃなくて全部出てくるでしょ。ミミが目の前にいるのにもう本当に女の子それは使えんねん、使えんねん。はい、皆様本日は誠に申し訳ございませんでした。オープニングだけ下手になっちゃいます。嫁もまあ普通普通に隣に立ってみたらこんな山通したら一緒に皆さん、はい、はい、っていうか結婚したことも言ってないじゃん、視聴者。結婚したことも言ってない。言ってない、動画になってない。なってない。同棲までがなってるんじゃない。結婚詐欺しますっていうのは言ったっすけど。いやもう騙しの最中だからまだ言っちゃかんやん。言ったよ。久しぶりだね。でも久しぶりっすね。だってテラに会うのもどれぐらい。竜ぐらいじゃないですか。違って、動画に2、3回撮りに行ってるよ。あ、違う、あそこ。お前動画撮りに行くって言ったよ、お前。こそこそで動画撮りに行くで。まさかの出かけだか。違う発覚で撮ったらもういないとかありますよ。週に3回ぐらい動画撮りに行ってる。そんな合ってないはずだね。いや、全部ボツになったっすね。いや、でも最後あれっすよ、確かに鳥賞ですね。木下さん騙すって言って失敗したやつですね。俺はまあ知っとるけど、はい、3月3日ってことは入籍して死にじゃん。いや、まだまだ。いやいや、いやまだそんな。今年は3月3日今年は妊娠してるの。そうっす。でも4月なんかみんなできちゃった子みたいに、うん、なるんですけど、12月ぐらいに席入れよっかみたいな話しとって。そうだよな、結構前から言っとるな。そうっす。で、まあその入れるんだったら、あ、日付があるんで。そうそう、うるさい女のタイプだわ。それダメになるパターンだわ。嘘、あ、12月かな。すごいラフに言われたんで、じゃあ一緒にするって言ってきたんで。あ、プロポーズか。プロポーズってないのじゃん。プロポーズがありましたね。何ですか。あの運転席に座ってください。そっか、免許ないから。免許ないから。運転手じゃん、なんかキュンともせんかった。キュンともせんわ。まだそういう予兆あった。全然、突然。突然。嘘、突然っすよ。聞きたいな、俺。いや、いきなり結構すか、みたいな。そろそろかっこよくない、普通。もうそんな感じだよね。ほんで、やめちゃった。かっこよくなってきた。ほんとに、やめちゃった。テレビをバーッとつけてさ、こうあったよね。結婚するか、かっこよくない。そんなんではなかった。どんな感じ。あの、あそこです。トイレからパカッてあげて、ティッシュ結婚するか。かっこいいよ、それ。田舎の人みたいな。おー、ティッシュないじゃん、お前。俺1個しか考えとったら、結婚するか、お前。いや、どうやって言ったの。聞きたい、聞きたい。なんか、お前の口じゃない。あ、奥さん、奥さん。はい。どうやって気づいたの。どんな感じ気づいた。あ、こいつもう行ってくるなみたいな。いや、そういうのはなくて。全くなかった。でしょ、わからなかったでしょ。うん。嘘。はい。まあ何日行った時にはどれぐらい前か考えた。え、その日、その時考えた。思いついて行ったでしょ。なんか塗りみたいな感じだったでしょ。は？塗りみたいな、ご飯食べてて、じゃあもう結婚するみたいな。あ、家で。いや、ご飯食べに行って。二人きり？みんなおって。二人きりで。もういいじゃんいいじゃん。店やろ。普通にお寿司屋さん、あれです。お寿司、あの、たつみ寿司です。ああ、あそこ行って、やりたかった。マグロっすね。マグロ、そこ吸います。おーっすね、チョイス、チョイス。緊張してる人や。緊張してる。絶対その場で思いついてないよ。一応ね、お前もあ、寿司屋に言おうみたいな感じだった。ちょっといいとこついて言おうかみたいな。じゃあもう今日言うぞみたいな感じだった。いや、全然そうない、そうない。たつみ寿司ちょっと行ったんで。お寿司行くときは、喧嘩した後のご機嫌、
構気に入って、お寿司連れてってくれるんで、喧嘩すると次の日寿司で行くかみたいな、すで機嫌が来るから寿司で釣られちゃうんだよ、うわー可愛いなー、そんな奥さんどこにおるマグロだしじゃ何でマグロだしじゃ、マグロだしじゃ何で来たとこだもんね。でも最近はもうやっぱ食が変わるじゃないですか。うんうん。なんでマグロ出してもちょっとダメです。送るかないで。めっちゃ強変してるじゃん。いやいや、妊娠したもんね。じゃあそうだけど、なんか人も変わってるじゃん。マグロパイだけでは。変わるでしょ。じゃあなんか知り合い。食が変わるはまだわかるけど、そんななんかマグロ投げるまで変わるし。お前妊娠すると本当にやめよ。俺の知り合いの聞いた話はもう妊娠すごいいい子だった子が普通の子よ。妊娠時に。すんじゃん、これタバコ吸う、バッて焼き入れられてたもんね。怖っ、怖っ、これ一緒だー、うざーって言って、でそれぐらいやつでしょ。それはないですけど、もうとにかくね、ホルモンバランスが食って、もうなんか人間が、もう人が変わるでしょ。なんか、今まで気にならなかったことが気になってくる。何が気になった、何が気になった。ちなみに今、つわりじゃないですよね。もう終わりました。もう俺なんか気になってるんだろうけどしょ。俺なんかあれですか、プロポーズの話に戻した方がいいですか。とりあえず妊娠会戻ってね。事実はいや、もうマグロの話出すから。いやでも、もうノリだと思ったんで、もう結婚するかって、もうそのうちするっしょぐらいのレベルでまた言ってんのかなみたいな、うん、あ、まあ結婚するかみたいなって言ってきたんで、そうやって言うやつ大体信用って言って、そうやって言うやつ大体信用って言ったんだ、それ本当に言ったんだ、そうやって言うやつ大体信用。いや、マグロは大場さんだよ。本マグロだよ。でもなんかこの二人その後動画進まないんですけど。それはもう自分なら結婚もあった。そうやって言うってことは。いや別になんかいつしたいとか、うん、何歳までしたいとかは全くなくて、うん、だから別にそれもノリかなみたいな、うん、言ってるだけかな、うん、まあ分かった分かったみたいな。うん、また言っとんなぐらいで。あ、また言い出したんです。そうです。以下のプロポーズはこれぐらいで。めちゃくちゃ長いっすか。でも会話マグロとお吸い物食べてたからね。まあ適当な感じ言われて。はい、それがいつ寿司がが12月ですね。ああ、でも子供作るかみたいな。いやいや、ザナッシーに、いやそれも言ってたんで、うん、で12月でも初めぐらいだね。何がその行ったのお寿司屋さん。そうそう、うんうん、うん、で、そのあとなんで、うん、そのできたのが12月20、うん、できたのが、できたの、子供ができたのは、隠したのは1月の末とかですね。あ、俺も2回です。で、その時はやっぱりそういう子作りモードが入ったの。まあでも子作りモードは入ってましたね。お前が言うてないか。それ言うとめちゃくちゃいやらしい。なんかいやらしいや、なんか嫌だ。うめえ。ちょっとアップして。すごい嫌だ。子作りモードに入ってましたね。気持ち悪いんですけど。気持ち悪いよな。あんでもう子供作ろうみたいになって、もう何ヶ月？八ヶ月、九ヶ月。今7ヶ月。7ヶ月か。まあ、計算はちょっと12月になっちゃうじゃない。7ヶ月になるよ。多分1月になって。今6月じゃん。受精したその受精したのが多分12月の。ちょっとやらしい。受精じゃん。で、ね、他にもう男女分かるの。分かるっすね。それはまあちょっと視聴者の内緒紹介じゃん。はい。とにかく。びっくりするっすよ、ね。おっぱいがついとってチンチンもついとるっすよ。おっぱいでかくなったでしょ。おっぱいでかくなった。でかくなりました。ちょっと言うか。ちょっと地球が真っ黒だしょ。視聴者の皆さん。見たいよね。見たいよ俺は。全部モザイクかけなかった。ちなみに妊娠した後やってんの。やるとことやらないのかな。あー、やるっす。やっとるの。はい。あんまやったらあんの。あ、そうなんですか。医者もいいっていう。聞いたことはないですけど、でも友達とかに聞くと、よらぐ、そのお互いがいいから、あ、体調面的にもいいっていうのもあるね。あとなんか後期になってくるとやった方が降りてきやすい。あ、なんかそれ言うよね。やった方がいいとか、なんか嫌じゃないの、そんなさ、子供ついてる感じとかさ、うん、そうそうそう、お腹も出てるし、なんか血も真っ黒。なんかめちゃくちゃ悪口言って。でもだから女ができないんだよ。お前そういう方よくねえぞ。俺は逆に女性に対してすごいもう神様と思ってるから、女性のこと。本当に
そう、俺は女性のことを神様だと思ってるのに、そんな感じしない。こっちの声なんか貧乏性みたいなのちょっとへこむ、あーみたいな神が降りてきちゃう神の裸みたいな感じですそうそうそう、わけわかる。なるし、お金は、お金ですか、うん、お金っていうのは渡すとか渡さないとか。渡す、渡す、渡しではないです。あ、まだ財布別々って何もしてないでしょ。メインがお小遣い制です。あ、お小遣い制、はい、食料品とかこれで何とかしてみたいな。いや、食料品も一緒に買えないです。お前が出すの結構怖いな、お前嘘、本当でも夜ご飯結構担当なんで。あ、作るって言っとったね、お前。そうですね、今も今も作ってくれる。仕事せえやん、仕事をしてあっちこっちでねえよそうか、じゃあミッチーはもう結婚して子供か。お父さんになるんです、この方が。お父さんこれでパパって言われるんですよ、僕が。だよね、ダディーちゃん、何って言うの。何何何何何何何ダディーちゃん、何って財布は別々だよパパ財布は別々だよ。財布は別々だよ。いや、いつ予定、いつ予定日が9月27日ですね。ほんと、あと3ヶ月ちょっと。もう9月27日、はい、あんま見せるの嫌だ、お前が出てるの。別にちょっと見たいな。たった動画しますけどね。うわ、で出てんな、横から見る。おっ、ちょっとおっぱいやめて、おっぱいやめて、見ちゃう。ごめん、本当にごめん、やらしい目で見たんだ。オレンジはエロいわ。オレンジがエロいんだ。オレンジはちょっと横向けて、横すごい。これ何ヶ月おなんかカウンセリングの時じゃない。まあまあ出てたよ、出てる。何ヶ月、ここはね、そうですね。あ、でも苦しい、苦しいです。もうご飯が一食食べるともう息できなくなってきます。あ、マジで。まあ、なんかいい、ね、全然お前も飲み歩いてないでしょ。ちらっとさっき言ったけど週1ぐらいですね、週1、2とかっすね。うん、えらい真面目になったんや。えらい真面目になったんや。真面目にはない。ちょっとなんかまだ気がしないもあるね。気がしないもあるね。いや、えらいよね。でも全然、あの、妊娠する前とかよりは全然変わりましたね。うん、あ、本当。何やと思われし、キリドラ見て反応してる。まあでも家にいることがあんま少ないかもしれないし。なんでランチ行ったりとかですかね。まあ、そうするとだってあれだもん、ストレス溜まっちゃうもんね。そうですね、うん、家にいる方が変に、あの、それこそイライラしちゃうもん、ね、イライラする。そんな悪いことやってるの。いや、なんかしてなかったとしても、うん、なんかイライラする。あいつバカ野郎みたいな顔見たみバカ野郎じゃあ他でイライラしても、うん、そのイライラしてる時に、うん、なんか気にかけてほしいのに気にかけてくれないとかなると、うん、今度イライラがこっちに当たりたいらこっちに当たる。ああ、分かる分かる。イライラしてる時に、あ、なるほど、ね、慰めてほしいのに慰めてくれないから、うんうん、気にしてないことなんだよ、これ最近俺、解明したことがある。解明したんだ、何ですか。いや、俺男の人と女の人を見てて思ったんだけど、はい、女の人というか口で言うほど気にしてない、うん、でも男って言わないけどすごい気にしてるなって、うん、でも女の人ってすぐなんか大丈夫何々とかすぐ言い出すじゃん、女の人って見てると全然こいつら気にしてねえなみたいな、わかる。でも男の人ってあんま言わないけど、うん、なんか見てるなみたいな、はい、まあ、それってね、それってなんかその恋愛だけじゃなく、はい、そういうことね、全てにおいて。逆にその言葉があるのかもな。でも言葉はやっぱ女の人はかけてもらった方が、まあ、わかりました。いいですよね。嬉しい。なんかあったのとかだけでも違いますよね。わかんないんだよね、誰なんて言い合いか。なんか最近そういう壁にぶつかってもらう。直接そのこと言われなくても、うん、例えばなんか気遣いってやつ、スプーン取ってあげるとこうやって絶対いらん時に持たれて何ってなるじゃないですか。今日何してたのとかだけでも違いますよね。そう、なんか会話が欲しいのにあえて喋ってこなかったりとか。あ、いや、別に全然そのことに気に触れなくてもいいけど、うん、あえて冷たくなってることないみたいな感じがなっちゃうと。ああ、そういうことね。こっち落ち込んでるのにむしろ離れてくみたいな。多分こっち機嫌悪いからやめとこうみたいな感じになってるのかもしれないけど。すっごい分かる。そうそう、俺もそう思った。あ、だけどイライラしてたらほっといてあげた方がいいんじゃないかみたいな。ほっといてほしい時は出てくんだよ。ああ、そうかそうか。怒るなら怒らないイメージだけどな。めちゃめちゃ怒りました。嘘。
でも昔なんか全然怒らなかったじゃん。何やっても怒らなかったじゃん。よう怒らんな。でも最近はその前からも嫌だよっていうことを何回も繰り返してくるんですよ。そっちでは来ないね。じゃあそっちの、まあ、俺らってさちょっと大きゃするじゃん外で、うん、そういうのはなんかあんまり話せたんだ。あ、でも妊娠してからはすごい気になってきたりとか、うん、やっぱ過去のことをもうフラッシュボックじゃなくて全部出てくるんですよ。そう、あの時バカ野郎、あの時全然良かったのに今になってなんか不安じゃないけど、まあ、気になるんじゃない。そう、今そうなってる、そういうことしてんのかなみたいな、うん、あったから今そういうことしてんじゃん。今も継続じゃないですか、やっぱこの性格って、うん、そうそうそう、わかる。なんでそれを思い出すと、で見てるじゃないですか目の前で、うんうんうん、ってなると、はい、今もそのこっちこのしんどい中、うん、家でいるのにそういうことしてんの、うん、って思えたら、あいつはー今も隣で桃田触ってるのあいつはーって思うと、ね、気持ち悪くなってくるんですよ。気持ち悪くなってる。いやいやいや、でも男の愛のは確かにそれ分かる女は俺初めて見たけど、ゆみちゃん初だけど、男の愛のって別にさ、じゃあ男なんか別にみんなの前で触るときなんかさ性欲ないじゃん。男にやって知らねえよって感じで話したら同じパフォーマンスっていうかさ、うん、パフォーマンス盛り上げようとしてるってことね。男に対してしか向いてないじゃん。その手はこっちにあるけど心はこっちに向いてるわけじゃん、うん、だけどそんなこと俺はまだやったことないよ自分の女の前で。だけどそれを初めて言うじゃんすごいな。そういうチャンネルの身の席だからって言って、うん、でなんだかんだイライラしとんのかなと思ったけど、あでもガチな時はイライラしました。いやガチはいらんのなガチはそれノリじゃなくてね。でそのガチの時をその時はあそれは俺知らんでしょ、見たことないでしょ。そうです、友達と地元の、あ、うん、自分の誕生日の時にやってて、うん、ガチっていうのは何、もう本当にちょっと耳が目の前にいるのにもう本当に女の子に抱きついて触らせてなかった、触らせてくれないじゃないですか、うん、基本的には、うん、そしたらガチで切れて女の子に切れたりとかそれは何の使えんで、使えんで、使うでしょ使うでしょこれマジ最低クゼ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 それはノリみたいな話なのか、それとも自分の中では、はい、ちょっと本当にもうちょっと酔っ払って崩れちゃったみたいな。覚えてないっすそれはまずいよ。最低、それは最低だよここ全部やる最低ここ全部やる逆にこっちに来るじゃないですか DM とかでもう別れた方がいいって来るもんな、これも分かるんだな僕と付き合ってくださいとかも来ます一般公開してんのインスタ。仕事用はしてます。あ全然フォロワー増えていいの大丈夫。あの結構ね面白いインスタやってるのね、感じのあるとかもやったよね昔。じゃあ二人で締めてや。はい。はい、まあちょっとなんて言うの。好きなことね。ちょっと喋って、ちょっと喋って。何が？この度は縁も竹縄皆様、はい、動画視聴いただき本当にありがとうございます。まあちょっと妊娠と結婚したということで報告になりますが、うん、またこれからもよろしくお願いします。うん、子供と欲しいよ。はい。ね。全然いいです。はい。全然いい。また子供生まれたら、ね、はい、行きますんで、はい、お願いします。お願いします。仕事ももう順調で、なんか今、はい、何若い衆5人の若い衆は1人なんですけど、まあ徐々に5人ぐらい動いて、はい、また仕事もちょっと、ね、はい、あると思いますんで、あの声かけてください。お願いします。よろしくお願いします。職人募集もしてんの？職人募集もしてますね。まあでも経験者だろ、まあ、経験者ですね、まあ、はい、経験あって、熊の免許も取る、はい、そういうような方法がぜひとか、まあそれなりの規模でやっとるんで、まあ安定してきとると思うんで、はい、今がチャンスになりますね。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。せーの、ナビで、あ、足場資材の買い取り皆様、あの足場資材の買い取りもぜひ、最近ちょっとまた声かけてないんで、ぜひ足場資材の買い取りと工具資材の購入もやります。はい、ぜひ声かけてください。お願いします。ナビで、